どうもこんばんは、司会の宮田和也です。こんばんは、井上塚です。よろしくお願いします。さあ、というわけでですね、はい、新年明けて第2回目ということになるわけですけれども、はい、早速最初のゲスト行きましょう。その前に、はい、今日も銀座トミービル8階サミのホールよりお送りいたします。そうでした。それでは早速、はい、1個目のゲスト行ってみましょう。はい、スペースカーボ、はい、スペースカーボーイズです。はい、今日はですね、全員で来てくれたということでですね、会場も超盛り上がっておりますけど、さあ早速あのセットの方が2つあるんですけれども、どちらがよろしいですか。右側で、じゃあ右側で、これじゃあ右で行ってみます。はい、この番組はソニーライオンの提供でお送りします。一度使ったらやめられない、やめられない。 MD になってもウォークマン、やめられない。 MD はソニーから始まった。 It's a Sony。 一度使ったらやめられない、やめられない。 MD になってもウォークマン、やめられない。 MD はソニーから始まった。 It's a Sony。私は音楽の塊です。サイズ CD with MD キューブリック誕生。キューブリック。 It's a Sony。 カセットがウォークマンの性能を上げる。カセットがウォークマンの性能を上げる。なんで。それはバッテリーセービングメカニズムで、ウォークマンの電池長持ち。スタミナ X 新登場。スタミナか。 It's a Sony cassette。はい、改めて今日一組のゲストをご紹介しましょう。スペースカーボーイズの皆さんです。こんばんは。というわけでですね、はい、今回このテレビとかに出るのは初めてだと。そうですね、初めてですね。というわけなんですけども、どうですかこの初めてな感じっていうのは。うん、ライブをやるよりすごい緊張しますよね。そうですよね。そうだからね、そうなんですよ、ライブをやるより結構こういう方が意外となんかこう動物園の猿状態で、あ、偽物のような、うん、結構ね、うん、緊張するんですよ。そうですね。まあ、そんなですね、ボーカルの水野さんがですね、はい、今一番欲しいもの、犬。犬欲しいですね。犬派猫派といえば、犬派ですか。犬ですね。あの愛らしい顔がたまらないという。でもこの欲しい犬っていうのは、うん、でかい犬かちび犬か。あ、基本的にどちらでも買わないんですけど、うん、昔からあの僕田舎が広島で、はい、ずっと犬を飼ってて何匹か、でも全部雑種なんですけ ど、 そのなんていうのかな、うん、犬がすごい好きです。なるほどね。それからですね、ギターの大山さんが、はい、趣味が釣りだった。いいですね。釣りなんですよ。僕はバスフィッシングなんですけど、何フィッシングですか。海フィッシングです。海フィッシング、海はでも何系を釣るんですか。磯釣り。あ、磯釣りだ。じゃあ石鯛であるとか。ええ、本当は釣りたいのはそうなんですけどね、まだ釣ったことないんですけど。あ、じゃあちっちゃい頃からやっていたというわけですか。いや、ちっちゃい頃からやってたんですよ。あ、やっていて、ええ、最近は行きましたね。最近行きました。もうつい何日か前に、あらら、房総の方行ってメジナ釣りをやってきたんですけど、釣れなかったですけど。あ、釣れなかった。でも釣りして釣ったら逃がす人、それともこう食べる人。いや、食うつもりで行くんですけどね。あ、その食える魚が釣れないんですよ。なるほどね。ちっこいのばっかし。ボラとかゴンズイとか、そういうのちゃんと逃がしてあげて。なるほど、大きくなって帰ってこいよって。なるほど、ね、なるほど。それからですね、ベースの中田さんがですね、好きな時間が、はい、外が明るい時に風呂に入っている時。
結構贅沢かな。これ贅沢ですよね。ね、結構外が明るい、暗くなって風呂入るのは当たり前なんだけど、意外とこの外が明るい時に風呂に入るっていうのはね、非常にこの銭湯とかでも人も少ないし、贅沢ですよね。そういう時間ですか。あ、ちょっとからですね、ドラムのですね、オーフルトンさんがですね、趣味特技がいろんな部分を巧みに操るあるんですが、これはどういった部分なのかな。ちょっと一人になった時にしかできない。今はちょっと秘密っていうことで。あ、そういう巧みに操るんですか。はい、手にマニキュア塗っちゃったりして。いろんなバージョンがあるんですか。こう太ももの下から手を回したり。ああ、そういうこともやる。詳しいな。はい、というわけなんですけど、ここはですね、はがきの、そうです、今日会場に来ている人たちから、ええ、はがきが来ているんで答えていただきたいんですけれども、八王子市からお越しの宮原ひろみさんか由美子さんかわからないんですけど、あ、こんばんは。ひろみさんですか。あ、はい、ひろみさんか由美さんか。ひろみさんですね。はい、はい、海外でレコーディングを行うアーティストが増えていますが、ザ・スペース・カウボーイズはどこでレコーディングしてみたいですか、その理由を。あ、そうですね、僕たちこの間10月の終わりぐらいですか、ロンドンに撮影で行ってきたんです。あ、それは撮影で行った、撮影で行ったんですよ。で、まあお決まりのようにアビロードにも行きまして、うんうん、アビロードスタジオなど外から拝見したんですけどね、やっぱロンドンでレコーディングしてみたいね、うん、やっぱり憧れの場所はそこにあったっていうか、すごい、なんていうのかな、ロンドン、うん、思い描いた通りだったっていうか、すごい。じゃ結構自分が思ってたイメージと一緒だったんだ。そうですね。だけどアビロードスタジオなんか結構意外と中入っちゃうと、意外と、あ、こんなとこ、そうそうそう、だから想像は膨らみますよね、写真とかで見てると、あ、ここでビートルズとかレコーディングしたんだとか思ってたよりも、まあ行ってみたらそんな感じだったけど、やっぱりでも交差点じゃなくて横断歩道、お決まりのね、写真も撮ったし、俺らも撮った。渋滞を起こしてしたり。そうそうそう、でもあれみんなやるんですよね。そうなんですよね、うん、というわけです。ありがとうございました。じゃあもう一枚、ロンドンですね。はい、続いては横浜市青葉区からお越しの中鉢春さん。第2期ヘドバン隊長とか書いてありますけど、シャー、そういう人誰。 あの人。あ、なるほど。こんばんは。いつも元気な中田さんのパワーの源は何ですか。ということなんですけど、最近風呂です。風呂です。もうちょっと。この中鉢春ってお名前なんですか、本名なんですか、変わってらっしゃるんですね。でこの第2期ヘドバン隊長っていうのは何ですか。スペースカウボーイズのライブで、ヘドバンをしている人々が若干見まして、それでその中に第1期、第2期、第3期っていうのが今までありまして、とりあえず第2期なんで。どうもありがとうございました。はい、とりあえず曲にですね、行きたいと思います。そうですね。はい、スペースカウボーイズで曲はシャイニングインザベッドです。抱きしめる
デビューシングルシャイニングプレートでした。というわけで、こう聞いてて感じるんですけど、すごくパンクニューウェーブとか、まあ、そのあたりがみんな好きそうだなっていう。そうですね。なんかこうジェネレーション X な感じもありの。おうまい。非常にこうなんていうのかな、 A メロとかビートでバーって言ってるんだけど、サビとかって結構こうキャッチーだったりして、結構いいなって僕も思いながら。そういうところは結構俺らの売りだったりするよね。結構その言葉とかもキャッチーなメロディーのところにパンとはまってますもんね。ああ、そうですね。ダイヤモンドのとかね、離れないって。いやいや、そういうわけですよ。とりあえずまだデビューはしていないわけで、このビデオは11月のツアーの合間で撮ったと。そうなんですよ。ライブハウスツアーをやってまして、はいはい、でその合間に、大阪から友帰りして1日で東京で撮ったんですけどね、すごい、満足いくものができて、ねえー、かっこいいですね。あのセットっていうのは何ですか、作ったんですか、どっかスタジオの中に。そうです、セットをそのスタジオの中で八角形 のセットを作りまして、すごい狭くてもうその中で激しく動いてるっていう。あ、じゃあ結構なんか魚眼レンズみたいなの使って撮ってんのかな、なんか広くこんな変な、そうですね。まあ、そんなこんなでデビューシングルがですね、1月の21日に Shining in the Bed が出ますと。でデビューアルバムが Children of Distortion 2月の21日に出るというわけなんですが、今回この詩のコンセプトというかですね、まあ、ちょっとそこら辺をお聞きしたいんですが。そうですね、基本的に僕は人間の喜怒哀楽を大切にして、はい、そういうのを歌っていきたいなって思ってて、はい、その中で、バンドがデビューするぞっていうところに焦点を当ててて、うん、なんかこじんまりすることっていうか、妙にこう丸まっちゃうのは嫌だなっていうところで、最初のスタートはもうとりあえずこう疾走感、若気の至り的なところを書きたいなってところで、Children of Distortion っていうタイトルにして、その、コンセプトに基づいてその10曲、12曲、11曲っていう曲詞を書いててっていう感じで。なるほどね。でもあれですか、レコーディングの時っていうのは、例えば今回書き下ろしが3曲あるというわけなんですが、例えば他の曲っていうのはライブでもやってたわけじゃないですか。そうですね。レコーディング方法っていうのは書き下ろしの曲とは違うんですか、方法は。いや、基本的には変わらないですけど、今年でスペースカーボーイ3年になるんですけど、はい、アマチュア時代から、はい、ストックしてたものと、はい、プラスアルファ、この、なんていうのかな、アルバムのタイトル、そのコンセプトに足りないものをあとプラスアルファで足したっていうか、ね、改めて書き下ろしたっていうか。なるほど、それが3曲入っている。レコーディングは一発撮りじゃなくて順々に撮ってます。一発でバンでリズムはとりあえずの、ね、3テイクぐらいでもう撮り終えたりとか。その時仮歌も一緒に歌う、歌ってもうだからこうなんていうのかな、結構ノリで今の OK だよね的な感じを生かしたかったっていうか。ドンカマなしもありの。あ、ドンカマもありの。だからドンカマで試してみて、で一緒にやるわけじゃないですか。でライブの気持ちよさっていうのが出ない時はもうこれじゃ外そうって、ね、そういう感じで。あ、そうかそうかそうか。ドンカマってわかります？ドンカマってこの前も出てきたんです。この間聞いたっけ？ドンカマって何でしたっけ？ドンカマ。ドンカマっていうのはリズムがチッ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 って出るんですよ。そのリズムに合わせて叩く。ガイドですね、言ってる。え、どうして笑ってるんですか？それも知らねえのかよと思ってるんですけど。なんか違う面白いことを言ってくれるのかな。あ、いやいや、前ね、それね、違うこと言ってね。あ、そうなんですか。大外しした。そうかそうか。ここで。ライブのお知らせがあるんですけれども、2月22日新宿パワーステーションでデビュー後の初のワンマンライブがあるそうなんですけれども、はい、そうです、皆さん楽しみにしてるみたいですけど、これはどんなライブになるんですか。
そうですね、とりあえず、その前の日にアルバム出ますよね。そうですね、だからもうすごくお披露目的な、だからなんていうのかな、もう本当にバンドの今のノリの良さっていうか、油に乗った僕たちが見てもらえればいいし、出せればいいかなっていうところで、だからあれですよね、ちょうどギターのね人が左利きだから、絵的にね、いいっすよね。さっき僕はあのギター、あれがあのギターはどこのギターだって聞いていたんですよ。あれはちなみにギブソンのギターです。あれかっこいいっすよね。かっこいいっすよね。宝ですよ。もうそういうわけなんです。今日は本当どうもありがとうございました。もうはい、ありがとうございました。行きたいんですけど、急に今日はどうもありがとうございました。また遊びに来てください。とりあえず遊びに来てもらいたいと思うんですが、とりあえず2月の22日新宿のパワーステーションでコンサートがありますので、皆さんもチェックしてみてはよろしいのではないでしょうか。はい、はい、今日一組のゲストはスペースカーボーイズの皆さんでした。ありがとうございました。